皆さんこんにちは。宮古リフォーム側です。今日はちょっと緊急で配信させていただこうと思うんですけれども、2024年のリフォーム補助金について、閣議決定がされましたということで、今後本格的に動いていきますので、そちらについて詳細をご説明させていただきます。で、こちらについては、昨年度とほぼほぼ同じ動きになっておりまして、この11月の昨日10日ですかね、閣議が、閣議決定が行われまして、 えまあそのリフォームの補助金について決定されましたとで内容としては正直なところほぼほぼ昨年度と同様でして、えー、まあ具体的に申しますと、えー、去年の目玉だった間取り延べですねリフォームの,その窓の,その二重冊子であるとかカバー工法外窓の交換ですねそういったものに対してマックスでいうと工事費の二分の一相当額を支給するという、まあ、そういった間取り延べ補助金 であったりとか子どもエコ今年またちょっと名前変わるんで後で説明させていただきますけれども子どもエコ補助金例えばなんですけれども浴槽を冷めにくいようなものにしたりであるとかレンジフードを掃除しやすいものにする、まあ、そういった子育てであったりとか家事負担を軽減するようなものに関して補助金を出しますというような子どもエコ、はい、それの後継になるような補助金についても閣議決定されております。 でまた、えっと、高効率給湯器ということで、例えばエコ給湯、まあ、そういったものに変えたりするときにかかる費用について、一部補助金を出すといった補助金についても、閣議決定されておりまして、この3つの補助金について、昨年度と同様、今年度、まあ、来年度ですかね、もう補助金が下りるというような状況になっております。はい で昨年度との違い何かあるのかっていうところで言うと、まあ、ほぼほぼないんですけれどももしポイントがあるんであるならばということでお伝えさせていただくとこちら昨年度間取り延べの補助金の概要資料になるわけなんですけれどもこちら見ていただいたら分かるように予算としては1,000億円というものが計上されてたんですよね。で一方でで今年度ななんんすけれどもなんと 1,350億円ということで昨年度よりも350億円プラスアルファの予算がついて今回閣議決定されますということで昨年度もらえなかった人、まあ、今年がすごいチャンスになりますということをご理解いただければと思いますとじゃあ具体的に昨年度、えーまあ、正直なうち今年今、まあ、年度ですかね今年度どういったリフォームに対してどれくらいの補助金が出たのかというところについてちょっと参考程度でお伝えさせていただこうと思うんですけれども 弊社のお客さんでいうと、えー、この大きさ吐き出し窓と呼ばれる、えー、二重冊子なんですけども簡単に言うとベランダとかに出るような窓ですね、えー、そういったものを大体、えー、幅でいうと、えー、160cm ぐらい高さでいうと 180cm ぐらいの窓になるんですけども、まあ、こういった吐き出し窓になりますと、えー、弊社の工事費で、えー、一番いいローいいというガラス、まあ、やっぱりあの断熱性能が高いガラスを選べ 選べば選ぶほど補助金額が上がるんですけれどもそれを入れた時の費用っていうのが大体こう税込み20万ぐらいこちらの税抜きの金額で18万6000円と工事費込みでだいたいこれぐらいの金額なんですけれどもそれに対して補助金額としてはこうロー E っていう断熱性能が高いガラスを使っていると8万4000円も出る、はい、こう4割ぐらい出るような補助金になっておりますとそれだけをやっぱりかなり。 お買い得だったので昨年度についてはかなりその、まあ、受注というか集中して大体今年の4月ぐらいですかね大体こう申請としては今年始まったぐらいからその受付がされていたわけなんですけれども受付というか、まあ、それぐらいから工事したものが補助金として通すことができたわけなんですけれども。 まあそれがもう4月ぐらいで集中しすぎて、メーカーの方が冊子を作れないということで、もう2ヶ月3ヶ月遅れでもう納品されると。まあ、そういうぐらいの,まあそのえ集中をしたわけなんですけども、まあ、そういった間取りのべ、やっぱりすごくて、20万ぐらいの工事した8万4千も補助金が出たというものになりますと。これあくまで1枚あたりの値段でして、例えばうちの他のお客さんでえ2枚え2セットですね。 先ほどの履き出し窓クラスの窓について交換したお客さんについては16万8,000それだけ補助金が出てたりするような補助金になりますと。なので窓ってやっぱり家で1個だけじゃなくて2個3個4個って言ってまあかなり多くの窓がついている家も多かったりしますのでまあそういったところになりますと簡単に30万とか40万とかまあそういった補助金がまあ出るようなえまあ補助金制度になっておりますと。 まあだからこそ逆に言うならば、えー、集中しすぎて、えーさえー、今年度につきましてはもう4月ぐらいで4月ぐらいにもし冊子を発注するともう7月8月っていうような感じで冊子の納期が迫ってたとでただあのこの補助金自体は納品し終わって初めて申請できたりするようなものになりますのでみんな補助金この補助金使いたいわけなんですけども工事終わった頃に果たして申請ができるのかどうかというところでみんな結構二の足を踏んだようなものになりますと。 はい、そちらはまたポイントになりますので一つご理解いただけたらと思いますあとでこのじゃあどういうふうにこの補助金をちゃんともらうために動くのかというところについてお伝えさせていただこうと思いますとでもう一つ子どもエコー補助金というものがありましたとでそれどういったものかというと先ほどお伝えしたようにお風呂でいうと高断熱浴槽とお風呂が冷めにくいような加工がされている浴槽がついているであるとか浴室暖房乾燥機であるとかあとバリアフリーの手すりがついているとか はいまあ、そういったところで簡単に言ったらユニットバスを交換すると大体まあいくらかの補助金がもらえるような感じになってたりとかでキッチンであったりとかトイレであったり、まあ、こちらについても交換するとまあ大概補助金がまあいくらかついてで弊社でいうとお風呂キッチン洗面トイレっていうふうにリフォームするお客さん、まあ、あと給湯器ですね給湯器もエコ上手に変えたりするとまあそういった補助金に対象になるんですけれどもざっと今こちら過去のやつ載せてるんですけども上から例えば6万3000円とか11万3000円とか8万3000円6万8000円とか まああの先ほど間取りのべに比べると、まあ、インパクトとしては少ないんですけれども、まあ、着実に10万近くの補助金をもらえたりするものになっておりますと、はい、で特に、えー、とこういったものは、えー、もらえる幅も広いものになりますので、えー、お風呂キッチンなど水回りリフォームする人は、まあ、大体もらえたものになりますとでこちらについても、えー、昨年度曜今年も引き継がれますということが書かれておりますとでこの補助金、えー、子どもエコ補助金につきましては、えー、今年の名前って少し変わってまして、まあ これ一番仮称になるんで、今年どうなるかわかんないですけども、質の高い住宅ストック形成に関する省エネ住宅への支援の概要っていうふうになっておりまして、はい、ちょっと名前が変わっていることを、はい、まあ、の、お含みを聞いただければと思います。で、このではえー、今回、 えーまあ、こういった名前が変わって、まあ、子どもエコの後継の補助金ができたわけなんですけれども何が変わったかというとこちらも額になりますとで去年の子どもエコに関しましては1,709億円、まあ、こちら途中で増額されて1,709億円になったわけなんですけれども今年に関してはそれよりも多い2,100億円ということで2割増しぐらいになってますので、えー、今年度の子どもエコに関しましては大体2か月ぐらい前、えー、9月 えーそうですね、9月ぐらいに補助金の方を打ち切られたわけなんですけれども、まあ、そういった意味ではあの、まあ、今年度、えー、もう少し補助金額増額されたことによって、えー、その打ち切りの期間というのはもう少し後倒しで、えー、このまあ11月であるとかもしかしたら12月ぐらいまで補助金の申請ができたりするのかなというふうに思いますと、まあ、そういう意味では、えー、昨年度よりも間取り延べであったりり、えー、であったり、えー、子どもエコーの後継であったりっていうのは 補助金額の合計予算っていうのは昨年、まあ、今年度ですね今年度よりかは2割増し以上になってますので、まあ、そういった加味してもらえる人の割合っていうのはまあ増えるとどんどんお買い得になってますよということになりますと。 じゃあこういった補助金についていつ工事すればもらえるのかってところ気になる方多いかと思うんですけれどもそちらちょっと情報がまだ詳細あまり載っていなくて僕自身のちょっと読み込みも甘いのかもしれないですけどちょっとよくわからないんですがなんですが、はい、一点お伝えできることとしてはこちらですね「えー、これけ」ってい先ほどのページになるんですけれども。 そちらで書かれている、その他というのが書いてあるんですけれども、国土交通省が実質、先ほどの質の高い住宅ストック形成に関わる関する省エネ住宅への支援は、令和5年11月2日以降に対象工事に着工したものを対象とするということで、大体この閣議決定、はい、を境として、 ま、その工事を始めたもの。ま、だから契約は多分その前でもいいんだと思うんですけれども、そういったものについて対象になるよということが、ま、簡単に書かれております。なので、えっ、ー、と、今から、えー、もうすでに、こういった書き方してるってことは、えー、ま、すみません。もし万が一間違ってたら申し訳ないんですけれども、えー、契約はもうすでに終わってましたと。えー、8月9月も契約は終わってましたという人であったとしても、この11月2日以降に対象工事を着工したものに関しては、え、補助金の対象になるのではないかと思いますと。はい。 でただなんですけども、えー、もう一つ、えー、大事というか、まあそうですね、えー、かなりインパクトの大きい、間取りのべですね、えー。今話した子供エコの後継の話なんですけれども、間取りのですね、窓の二重サッシをつけるとか、そういったものに関しましては、こちら、ちょっとね、言葉がややこしすぎて僕も、なんかよく理解できない感じなんですけども、閣、え、議、ー、決定日、11月10日ですね、昨日ですね、以降に契約を行い、申請する 事業者が所定の手続きの事務局の登録を受けた後、なんか長いんですけど、後に着工したものに限るってことなんで、契約だけじゃなくて、申請する事業者が所定の手続きの事務局の登録を受けたと。事務局に登録を事業者、事業者って僕らみたいなリフォーム会社なんですけども、が事務局の登録を受けた後じゃないに工事をしないと、その対象になりませんよっていうふうに、マドリドメに関しては、書かれているような感じでして、 ただその <laughs> 事務局の登録を受けたのその事務局まあどっかがその、まあ、大体こういうのって国が指定した機関まあそういったまあどんなんですかねえまあ国が指定した機関 が、えー、いつそれが、まあ、事務局開設がされるのかというと、12月中旬と書かれているんですよ、こちらに。なので、簡単に12月中旬に初めてじ、えー、事業者、僕らみたいなリフォーム会社が登録するような事務局が12月中旬、今年の12月中旬に開設されるということで、開設されないと当然僕らここ、えー、登録できないので、まあ、そういう意味では、おそらくなんですけども、間取り延べに関しては、えー、この事務局が開設された、まあ、12月中旬以降じゃないと、 その補助金ってもらえないんじゃないかなと思うんですけどちょっとも,もしこちら。 えー、詳しくご存知の方いらっしゃいましたらコメント欄等で、えー、コメントいただけたらと思いますと。でいずれにせよ,せよこの改めてになるんですけども、えーまあ、一旦その子どもエコに関しては、まあ、その金額帯であったりとか、まあ、契約、まあ、工事に関してもその下に書いてある先ほど12月2日以降に着工ってか着手って書いてあるんで、まあ、大概の人もらえると思うんですけども間取り延べに関しては先ほどお伝えしたように今年はかなり取り扱いが難しくて結構日よってみんな工事、まあ、その納期が遅れているという観点で結構工事 工事,によって工事依頼するに費用って、まあ、今でも実はの予算余ってたりするんですよね、まあ、そういったちょっと扱いにくい補助金になってますとでそういったものをちゃんと、えー、もらうためにはもうできることとしてはもう早めの工事をするしかなくて、えー、昨年に関してはもう4月っていうところで発注したものに関しては7月8月じゃないと納品されないっていうような冊子が納品されない状況だったわけなんですけども逆に言えば えまあ12月であったりとか1月に発注したえ人に関してはまあ予定通りまあ1月2月ぐらいまあ工事終わってたわけなんですね。まあ、そういう意味で言うとこの窓売りのインパクトの大きいえ先ほどお伝えしたようにその履き出し窓で言うと8万4千円ももらえたりするようなえ補助金につきましてちゃんともらいたいと思ったらもうすでに今から見積もりを取っておくと。 で取っておいた上で、ある程度この間取りの目の、えー、概要っていうのが、まあこの後、えー、これ閣議決定されると一気にバタバタバタって動き出すわけなんですよね。で、その時にバタバタバタって動いて、も、え、う、ー、その事務局開設されます。運用はこの日か、この日に、えー、この日以降に契約したものについては、補助金出しますってバーン決まった後に、えー、もうすぐ契約して、えー、工事手配して、工事終わり次第速やかに、えー、補助金を申請する。まあそのためには、えー、もう今から、えー リフォーム会社に、もしくは差し屋さんですね、現地調査依頼して、見積もりを取得しておくというのが一番おすすめなんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひともそちら参考にしていただければと思いますと。で引き続き、あの、宮古リフォームにつきましても、まあ、そういった補助金、今年度もたくさんのお客様、先ほどの一覧で見せたように使われてますけれども、来年度ですかね、つきましても引き続き使えるようにしていこうと思いますので、まあ、ぜひとも宮古リフォーム、京都の方につきましては頼んでいただけたらと思います。 今日は以上になります。ありがとうございました。